地獄の立ち腹筋で魅力的なお腹を作ります。上半身を大きくひねりながら息を吐いてください。視線も同時に動かすとバランスも取れて浮き輪肉が減ります。脇と股関節を近づけるように肘と膝をタッチ。腰回りのたるみがなくなり、ウエストがほっそりします。反対です。バランスが取れない方は背伸びをする意識で姿勢を作りましょう。体幹が安定します。足を引きながらクロスして、後ろの足はかかとを上げます。そこから床を蹴り、腕を斜めにひねりましょう。反対です。前の足に体重をかけて足の裏全体で踏ん張ります。お尻や裏ももさらにくびれ作りに効果的です。足を前と後ろに開いて、太ももを高く持ち上げながら、みぞおちを丸めてください。11時腹筋ができます。最後は最も難しい種目、コンストリクションキープ。バランスが取れない方は上半身だけ傾けましょう。反対です。なるべく背筋はまっすぐに伸ばしてください。お疲れ様でした。寒い時は立ち腹筋で心と体を温めましょう。